花をあのモデルを花に見立てて、そういう気持ちで撮ったもの、それが斉藤さんには非常にあの感動的に撮った人の気持ちがよく分かってるんだなというふうに思いました。で、あのそういった意味では本当にあの皆さんね、いい意味で の, あの写真というものを楽しんでいらっしゃるな、あの一つ の, あの、まあ、長野の、ね、撮影会が年々またもっともっとね広がっていく、いい会になっているなというふうな印象を得ました。あのそういった意味ではあの本当にあの斉藤さん以下に実行委員長の畑さんだとか、そういうあの熱心な方々があのリードして、それで、まあ、北村君がサポートしているというようなことで、大変あのこれから楽しめるいい会になっていくなという印象があります。あ、ありがとうございます。以上です。うん、でどうぞ、新さん、浅田さん。と言いまして、本当にこんないい年はないだろうと、ぐらいに、また来年も期待しつつ、来年はダメかななんて、そんなこともちょっとまあ感じるんですが、私もね、さっきあの斉藤先生の方で、使用していただきまして、確かあの太鼓をはたいてるあの写真なんですが、その撮ってる時には近くに誰もいなかったんですよね。で私もどちらかというとちょっと子供がいるとか、ちょっとここに奥さん方が話してるとか動物がいるとかっていうのはどっちかというと好きなんで、あのそう言われてみれば確かにちょっと寂しいような物足んないようなところが自分でもそんな気はしています。で私もまあ写真そんなに長くないんですが、まあ、皆さんの写真にさせていただいたり展覧会とかそういうところはなるべく足を運んで、あこういう写真がいいなとか、そんなことを自分でその念頭に置いてあの、まあ、見させていただいてるんですが、言葉が伝わってくるようなのが私はどっちかっていうとまあ好きなもん で, であの題名つけるときにもとにかくあのタイトルで女の子がわっても言ってるそのわにしようかなと題名を、でもそれじゃちょっと見た方が理解しづらいと思って、で何かないかなとか、でもね作品展があるからぜひ行きますよ、そしたらあの案内見てねぜひ行きたいと言ってました、ね、ありがとうございました。カズワさん、加藤沢です、ね、あの今回は初めて参加しました。写真はまあ趣味であったんですけど、しばらくちょっとあまりカメラを構えてなかったんですけど、まあ、あちらにこういう機会があるということで、参加してですね、まさかこういう入選ということは思いもつかなかったわけなんですけど、本当に嬉しく今思っています。まあ、皆さん の, あの作品、まあ、見せていただいたんですけど、まあ、私は、まあ、あのこれからも、まあ、趣味でやっていきたいと 思っていますもんですから、皆さんの作品を、まあ、参考にしてですね、まあ、できればそういう特選とか、素晴らしい作品のデータなんかもちょっと分かればありがたいかなと思ってるんですけどね。私はあのまあ、その撮影会にですねほとんどデータ構わないでただがむしゃら撮っちゃったんですよね。でもなんかそんないい作品あったのかなって今思ってはいるんですけどね、まあ、あの皆さんのこの参考にさせていただいたりして、これからもまあこういう撮影会でどんどん参加したいかなとそんなふうには思ってます。いや、はい私もあの撮影会であるっていう知るまでは、あの真田祭りくらいしかここ来たことなくて恥ずかしいなんか、それで、うん、ここで撮影会やっていろんなところをこうやって見ていくうちに松代の良さっていうのがだんだん分かってきて、あの
来るたんびに今日は、あ、今年はどこ撮影するのかなとかって楽しみになるようになったんですけど、それでまた今度はね、あの松代駅をまた来年ね、あの祭りね、あの撮影会の時なんかもしあれだったら 撮らせてもらいたいなとかって思ってます。はい、ありがとうございます。もうさっきお話のようにね、50枚100枚とにかく真っ白撮っておいてください。様変わりしますから。ありがとうございます。どうぞどうぞ。私はあの去年とでもあのモデルさん使った写真をこういう回っていうのはなかなかなくて、景色とかね、桜とかそういういろいろあるんですが、とても良かったです。特にあの竹林の中がね、素晴らしかったですね。竹林と去年もあの真田ね、あの庭からこう庭から庭を見たあの景色は素晴らしかったですね。ちょっと撮り方は出入らなかったんですけど、ね、とても良かった。それで、まあ選んでもらった写真を見てね、考えてたんですが、あれモデルさんが反対だったらダメだったかなと思ってね、あの明るい、ね、方がちの左側に、ね、入ってたから、この位置で良かったか、あれ逆だったらダメだったかなって、そんなに考えてたんですよ、ね、なんです。また来年また必要。まあ、これ言っちゃうけど、まあ、かがりして言っちゃいけないんですけどね、あの撮影場所ってものをね、もうちょっと少しもっといい場所があるんですよね。私も松代市の出身ですけど、あのもっといい場所があるんですよ。そういうところをね、もうちょっと使った方がいいんじゃないかなと。毎年もこのなんとかな似たような形式の撮影会なもんでね、そこをもうちょっと変えてやった方がいいんじゃないかなと。それなりにはそれすらあのこの松代の町の宣伝にもなるんじゃないかと、そう思ってます。あの一つ二つ今度はまとめもいいですか、皆さんの意見で。まあ書いていきます。場所っていうかね、その失敗したな、ちょっと色を変えるとか、あの濃度変えるとかっていうのを一応すぐ簡単にできるんでやるんですけど、でもやってみるとやっぱりデジカメよりも私フィルムの方がいいのかななんて思ったりして反省もしてるんです。ただあのフィルムの場合はどうも手ぶれがどうも頭の中にあるものですから、どうもちょっとおっかないところもあるんですけれども、まあ三脚は使えないということもあって一応今までやってきました。ただあのモデルさんについてはですね、毎年まあ一応こう変えていただいてるわけですけれども、今年のモデルさんもそうですけれども、結局あのこちらを向いてくださいって言うとそちらを向くけれども、そうでなければ全然こう動かないというところが非常にあるんで、これはあのなんていうんですか、あの本職のモデルさんじゃないからね、それは無理かもしれませんけれども、例えば順々にこう顔をこう移動するというようなところでこうバシャバシャ撮らせていただくというようなやり方は、私あの初めにですね、そのモデルさんに申し上げていただければいいんじゃないかなと思ったりもしています。それともう一つはあの着物なんですけれども、今年あの一人モデルさんはあの白い目の着物だったですよね。そうするとあの顔がものすごく白くていらっしゃるから写りがですね、うまく入らないんですね。私自身は、まあ皆さんはどうかしませんけど、まあそんなことで着物も一つ選択の一つの材料にあるのかなということと、それからあの先ほどワイトさんがおっしゃったようにその場所ですね。まあこれはとても難しくて、何枚も撮った中の一枚選んで引き伸ばしました。あの公園のところですね。そうですね。うん、だからそれで、ね、今度は足元で切っていいんだよ、全身寝た方がいいんだよ、それも難しくて、結局はまあ全身寝たんですけど、たまたま下にあの落ち葉がいっぱいあったから全身寝たんですよ。だから膝上でよかったんだよ、その辺もちょっと自分では、ね、難しいところだ、構図的にね。それとさっきどなたか言ってましたけども、あの私今須坂の方で写真クラブ入ってるんですけども、来年で八代線廃止になるっていうことで、八代線に関して皆さん個人個人で今写真撮ってます、春夏秋冬と。だからもう3月で廃線になるもので、そこのまでで今懸命に皆さん撮って、また来年うちの写真クラブでもまたやるときに、今度はその八代線というテーマで写真展をやるかなという話も講師から聞いてます。ですから、秋ならその長芋畑からね、一番最初に見せていただいて、あのちょっと番号振る関係があって、
人を見る目は全くないので本当にもうあの自分の趣味で見させていただいたんですけど、あの 2年目になります。私ここを勤めして2年目です。あの去年と今年と見せていただいたんですけれども、今年すごく皆さんの熱気を感じて、お問い合わせの電話も多かったですし、撮影会の参加者ももちろん多かったし、応募数も本当にあの去年よりも多くて、皆さん本当に気分あの気分すいませんね、写真が大好きなんだなということを感じて見させていただきました。で正直あのここで選定をしているのをずっと私は横でただ見ていたんですけど、あああれあれダメなんだっていうのがいっぱいありました。本当にあその写真の構図のこととかそういうことは分かりませんが、面白い写真が面白い写真とか綺麗な写真とかいっぱいあって、ああこれが漏れちゃうんだなっていうのが、でも134のうちのね20いくつを選ぶんだからしょうがないんですけど、本当に楽しかったです。本当にありがとうございました。それじゃあちょっと私の方からあのモデルの点仕切りに人物なきゃダメなんだということで熱っぽくお話ししてですね、そしたらもう予算つけようという形でですね、それだけじゃいけんだろうと、で人力車もやろうということでですね、もうカメラ商組合にはあの比較にならないほどお金使っていただいてるんですよ。それでしかも、ね、1回だなと毎年頼むということでやったら、もう本当に先になってですね市長さんを口説いてもらってるんですよ。そんなことでね、まあ、本当にありがとうございます。それからモデルについてはですね、毎年毎年どこで来ていただくんだと、第一に松代さんであろうと、長芋だけじゃないんですよ、美人なり、それから関係している、八十二銀行はじめ銀行の窓口が非常に綺麗な人、それを全部頼んでですね、でさっき曲がりよさんと佐藤さんって呉服屋さんあるんです、着物が似合うのというようなことで選んでですね、これでどうだというようなことで何回来る、したがってさっきのようにですね、モデルさんがまだぎこちない当然するですね、そこはお母さん役にもなってもらったり、そういう形で、まあ、やったりで、私も、まあ、ダジャレ飛ばしながら、例えば何々させたらヒロちゃんって呼んでくれとかですね、いうふうにしてやってるんですよ。皆さんのご協力いただいてね、また今年もやっていきたいと思ってます。それからいいことには小物ですね、もう人力車使いたいということで松代の方へ問い合わせあったりして、今2つばかりね、みんな問い合わせしてきてみんな広がってるんですね。ですから、ここがもう発想の地ぐらいに江戸時代に戻ってるっていうところでね、自負してあげていいと思います。それからモデルについてはですね、去年一昨年のあれ内山さんのおまさんは内山さんのお孫さんでしたかね、あのここのモデルになってやだろうね、それでここでいい写真だっていうことで富山で惹かれましてね、でミス金沢になって、それで今年のねまたポスターに入ってきます。ですから、皆さんと撮っていただいた写真を見てこれはいいということで富山で見つけて、そして長野の観光課じゃなくて富山の観光課に引っ張られちゃう。でこの間も奥さんに「久々さんこういうことでおかげさんで面がこうなってきてるよ、とぜひ今度行って会ってくれ」って「どこにいるんですか」って言ったらですね、金沢市の観光が金沢駅の前に新しく出したそうです。俺は新幹線を見据えてねやるんだということでね、今度そこのメンバーになった。だからそこ行ったら今度エコールでも写真展もそこやってこっちも引っ張ってもらえるしようじゃないかというふうに思ってます。ですから皆さんの写真を向こうに持ってってね、電車両方来るんだから向こうからも来てくれと、こっちからも来てくれというふうにやってね、いるにはこのいいモデルは長野からいっぱい出てくるということを一例申し上げます。レベル高いと言ってました。この間カレンダー一つ作りましたよね、2000年やんでってると思いますけど、そういう人もねここはね非常にレベルの高い人もいるなということで感心していました。で今日も来たかったんですけど、ちょっと、まあ、個人的にあるんですけど、どこか検査入院かなんかあるために来れないんでまたお会いしたい、こんなこと言っておりました。皆さんさっき須坂の方ですか、みんなねこう来てますから、エコールドにはいろんな人が多種再々集まってるんで、いい作品をまた期待できると思います。より一つ前からいる人は頑張っていただいて、繰り返しになりますが、お友達も誘ってぜひいい写真を撮ってください。よろしくお願いします。以上の、あ、初なんかお話、写真いたしますと、
今日、知ってますか、あの坂の上の雲、今やっておりますけど、正岡子規がですね、いろいろこう言い出した言葉で、正岡子規っていうのは野球もそうですし、いろいろその発案されてるんですけれども、いわゆる、まあ、射精、まあ、どういうか知らないんですけど、私なりに解釈しますと、生きることを映したという、そういう形を感じます。まあ、彼はですね、明治35年、日露戦争の少し3年ぐらい前に亡くなっちゃうんですけれども、その34年と35年ですね、もう、肺結核というか、脊髄カリエスになってですね、もうほとんど全然起き上がれなくなっちゃったんですね。で、2年間ほとんど布団の中、布団の上だけで生活して、周りのこの藤の花だとか、いろんな花を見たり、いろんなものをやって、で俳句を作る、短歌を作る、から写生をすると、こういう生き方だったんだけれども、まあ彼がですね、本当にその写真を撮る場合も、本当のその真髄というかね、そういうのに迫ることではあるなという感じをしたんですよ。そいつのを全部、お出してあります。これじっくりお読みになってください。で、一点だけ、あれ、初さんのもうこの 町歩きセンター、あれは何町って言ったらいいですか。伊勢町って言ったらいいですか。伊勢町、の四つ角のところに、ね、町歩きセンターってのができてます。で、ここ行きますとね、もう常にここのところを案内してくれてます。非常に何でも聞いていただけるようになってます。ですから、権藤でもですね、権藤秀道、これと同じようなものを作り出してますけども、ここ非常に盛んです。ぜひ写真撮ってくるときですね、ここ行きにどこ行ったらいいんだっていうのはね、私らがいる場合はいいんですけど、いない場合はですね、あそこへ飛び込んで、ここへ写したいのはどこ行くというやっていただけば、全部案内してくれますね。そんなことでぜひこれご利用ください。ありがとうございます。ローマンのありました。どうしたのってか崩壊して、だから私は1年間は二次応募できませんよ。モラルの問題じゃなくて、その方が知らなかったからお話ししました。そういうことです。そんなことで作品はお返し。